歌手、俳優の山下智久が、17日放送のフジテレビ系バラエティ、超本間でっか。テレビ名医が教える、姿勢歯のお悩み解決 SP、牧師に出演する。今回は、ほっとくとやばい。悪い姿勢改善 SP と、歯の疑問、悩みまるっと解決 SP の2本立て。健康にとって2大重要ファクターである姿勢と歯について、それぞれの権威である評論家軍団が、 最新情報を続々と明らかにした。ほっとくとやばい、悪い姿勢改善 SP のゲストは山下、オリンピック柔道金メダリストの松本薫、俳優の中条あやみ。日本人のおよそ7割が猫背に悩み、コロナ禍を経て5割の人が自分の姿勢の悪化を実感するなど、今、注目が集まっている姿勢の悩み。 実は、姿勢の悪化は肩こりや腰痛だけでなく、肥満や内臓の機能障害、メンタル疾患などにもつながっていた。そこで、悪い姿勢の危険性と、その改善法を評論家軍団が伝授する。まずは、猫背が悪化すると、認知症リスクが3倍になる、という恐ろしい説が。猫背から体のバランスが悪化して心身の不調を招き、それが認知症にまでつながってしまう可能性があるという。 そこで、良い姿勢を保つための筋肉を鍛えるスクワットを評論家が伝授。腹筋や背筋を一度に鍛えることができる効果抜群のスクワットに、山下が挑戦する。そして、ロンドンオリンピックの女子柔道で金メダルを獲得した松本は、毎日行っているという、ドライヤーをしながら股関節をほぐせる、という股関節ストレッチを実演。その他、 子供の姿勢悪化を防ぐためにさりげなく行っているテクニックなど、体の構造を熟知したアスリート、松本だからこそのエピソードも飛び出す。